今日はもう初めて上海で撮影という久しぶりに久しぶりに、いややっぱりね出てもらわないと、ほらコメント見てても西山どうしてんって人気あるからね。そう、まあ、今日もノーギャラやけどね。そうそう、もちろん今年いっぱいノーギャラですよ、当然ですよ。いやいや、それはいいけど俺、いやそやけどみんなそう思ってないよ本当に。俺ちゃんとさ、それみんな分かってほしいからさ、いやいやノーギャラですよって言ってんのに、そこはもうちょっと渡せると思ってくれたらいいじゃないですか。いや違う、周りがさ、はい、出まくりやなって言うわけよ。最近 YouTube 出まくってんなってつけたらすぐ出てくんない。いやそんな出まくってないですよ監督も出ましたね。そうそう、チェックされてるから、いらんってならんで、ほんまに。西野さんね、まあもうね、キャンプ始まりますけど、まあ西野さんも現役生活18年、うん、で、え、じゃ現役20年やった。20年やったんすか。20年やった。意外とすごいですね。最後もう19年で辞める言われて、もう一年やりたいねって言って、でもしゃあないからこう出させてもらったりとか。まあでもキャンプもね、やっぱり昔と今でだいぶ変わったじゃないですか。うん、でまあ西野さんがこう思い出に残るキャンプ。うん、っていうのあります。まあ、思い出っていうより親の時はほぼ最初地獄やったから。西野さんなんか僕よりも6年前に入られてるから、うん、1985年のドラフトですから6年からですね、うん、まだその合同実証とかあった時ですか。そう、1月のもうね、うん、7日か8日からみんな集まってバンバンやった時ですか。そうジャージで、ね、7日か8日かとにかく10日前後ぐらいに入寮して、はい、南海の中文字の、そう、お世辞にもあるマンションちゃうよな、なんかこう民宿の2階建てみたいな3階建てみたいな本当にそんな量ですか。そうけどまあまあ住めば都言うよ。まあまあね、だからまあちっこい部屋、はい、1年目はさ、ルーキーは1階の寮長室の隣にこう4つぐらい並んで、高卒のようにはいはい、そのもう6畳1間ぐらいのところ、はいはい、もうテレビと布団だけ持っていって、はい、ベッドじゃなくて布団ですか。ベッドですね、もちろん。いや布団やったような気がするな。畳部屋ですか。じゃあ畳の部屋やったと思う。でも練習言ったら本当朝から晩までやる。もうね、うん、その時からもキャンプみたいなもんですか。そう、ああ自主トレの時はそこまでひどくなかった。その時はもちろんコーチも指導して、コーチがバンバンノックとかするわけですね。バンバン、そうそうそう、普通にですよね、うん、コーチも指導するし、はい、でユニフォームじゃないだけ、要はジャージでしょ、はい、ジャージで練習内容は一緒よね。もう本当走り回って、もう朝から晩までも、その時もちろんね、剣のスパイク履いてグラウンド10周から始まるとか、そういう時代でしょ。そうもうね、俺やっぱり最初の1年目のキャンプは1ヶ月終わって、はい、まあ自主トレから入れたら1ヶ月半ぐらい、はいはいはい、10キロ痩せた。それはね、上宮高校3年の夏終わってからやっぱちょっと太ったですか。終わってからやっぱり太って行って、はい、でそれがきっちり戻ったね。全部戻ったというか、ちょっと軽なったよね。10キロ1ヶ月半で10キロみるみるうちにもなんか痩せていった感じですか。痩せていったんか締まったんか分からんけど、はいはい、自分の中で、はい、とにかく終わってみた時には10キロ落ちてた。でも10キロ落ちたけど怪我もなかったわけですか。うん、いや、あの怪我はねせんかった。あの他のルーキーみんなね怪我して休んだけど、はい、おかげさんでね体だけ丈夫やったんかね、怪我はなかった。やっぱりスクワット効いてるんでしょ、ちっちゃい時のスクワット効いてると思うよ。ほんであの1回に熱出たんやけど、はい、もう黙ってやってた。そんなちょっと痛くても熱出てもできる強さはあったってことですね。体はやっぱり丈夫やったよね、親に感謝やね、これだけはね。で西野さんね、今よく体スルー言ってるけど、その時筋肉系の怪我ほとんどしなかったでしょ、プロ野球20年間って。最後ね、最後の年だけね、そう肉離れみたいな感じで、もうちょっとあかんなと思ったでしょ。もうやばいな思ったけど、あの頃いろんな言い方あって、はいはいはい、あの中周波かなんかの光をつけて電気くるよ、わーってなる、あれでガーって動かすね、あれで思いっきりこうなんていうの、釣るような感じにしといて、でガーッともうむちゃくちゃしてたよ。もう潰れてもええわ思ったから、今度はようなった。だからさっき何とか休まんように自分らでやっぱりいろいろ考えてやったわけですね。そうまあでもその1年目その、うん、まあ実際それが1月の10日前後ぐらいから始まってね、うん、でも、まあ、もちろんその何も分からずに1年目やっぱすごい思い出に残るキャンプやったってことですか。そうね、もうね、やっていく自信なかった。前も言われてましたけど、うん、ほんまに西野さんも取れへんかったと、怖かったと、うん、ブルペンの受けんのが。あのね、取るのはまあなんとか取れるけど、その死んでパチンとは取られへんやんか。やっぱりちょっとボソって、その栄養となりへん、はいはい、ボソってなるから、はい、でやっぱりその優しい先輩とか優しい先輩とか受けに行こうとするやんか。その辺はうまいですかね。怒れへんとか、マナブさんとかさ、マナブさんなんか俺入った時もマナブさん、エースですか。北マナブさんは、はい、もうエースからちょっと年取ったかないう時や、はいはい、コントロール抜群に良かったよね。はい、球むちゃむちゃ踊ってよ、もうふりゃふりゃふりゃとこう打たないでってくるような球やだからめっちゃ取りやすかったよ、ね、はいはいはい、な、はい、で一球取ってボソって言っててもこれストライクかとかってこうやってもうほんま面白いよ、はいはい、投げながら、おこれぐらいかとかって言った
これぐらいボールですとか言ったら喜ぶわけよ。でもそういう会話できてたんですか、1年目から当時のエースの方に。マナさんめっちゃ優しかった。エースをもうちょっと遠いすぎてたから、はいはい、そんな全然怒れへんかった。めっちゃ優しいって、はい、でも投げながら面白いんよ、そうやってそっちばっかり受けに行ってたから、ね、あと加藤新さんとかも優しかったし、倉敷北高校、うん、見た目いかついけど、いかついけど加藤さんもめっちゃ優しかったよ。全然そんなボソって言っても怒れへんかったし、はいはいはい、であと中条さんとかさ左の、うん、もう東北高校もう優しい人多かった。ほんで山内高さんとかさ、はいはいはい、だからおられましたよね。あのカズさんと高さんおって、はい、高さんの方は、はい、俺らなんかやっぱ受けに行かれへんかった。怖くてピリピリしてるから、はい、もう無理やす、はい、もうでもその優しい方言ってて、はいはい、なんとかそうやってこなしてたよね。まあでもさて高卒1年目からリストリアからみんなと一緒にやるわけじゃないですか、うん、ほんで1年目のキャンプはどこですか。何回は中本呉自主トレ中本で呉、はい、当時今考えたらね、うん、まあ前も言われたカープが宮崎行くのに雪降ってた呉で雪降ってた。ほんま和人さんの徳田とか言ったらもうさ雪降ってた。でもその時にやっぱり今振り返ればね、後から広島行かれるんですけど、うん、呉にキャンプ行くのはどんな感じですか。いやいや本当今じゃそのねいい思い出やけど、はい、その当時はえっていうのがあったやん、はい、でプロ野球もっと海外とか行くんちゃうんって。あったかいとこに、はい、修学旅行とかあれへんやろ修学旅行で来たでって思って広島方面広島ここまでしか来れんのかとか思うやんか、はいはいはい、でそれもあったけど、でなんちゅうの呉でやってて俺メインでバッティングなんかさせてもらった記憶ないんやけどな。その時は2軍キャンプですか。1軍2軍全部一緒。そんなできたんですか。今考えたらできたんかなってやってたんですね。せやから俺らメインで打った記憶なんかないんや。メインで売ってるのもカナダさんとかドラちゃんとかあのもう主力だけ、うん、他はもう室内とか俺ら多分室内か鳥かごぐらいでしか売ったことなかったんだ。他はもう取ったり特殊とかずっとあのブルペンで受けて、はいはいはい、あと何やろ何してたのかな。ほんとずっとあの細かい運動ばっかりちゃう強化運動みたいな。そんなに当時その居残り特殊なんかした覚えもない。いやいや居残り特殊はしてないけど、要はそのピッチング朝から晩まで受けてて、はい、でその後室内かなんかで鳥かごかなんかでバッティングするやんか、はいはい、だからおのずとやっぱ夕方なんねん。で守備練習いうか強化よね、はい、なんか細かい強化運動したりなんかして、はいはい、言ったらもうランニング行かなあかんよ、はい、でもうそっからまた1時間ぐらいランニングするなあかんよ。昔よく走りましたよね。ランニングと強化運動腹筋入ってなんか、はいはい、押さえつけられてしかないですからね、うん、腹筋なんかでももう絶対コーチ来て押さえつけるやんかもうそれをもう黙々とこなしてただけよね10キロ痩せたと。そうであのバッティングって言ってもさもう前飛べへんし言ってましたよね。そうもうだからさもう俺こんなん絶対無理やって思って俺も多分1年か2年で辞めて帰らなあかんねやろなって思ってほんまにでもそんなこと思ってたんですか。思ったもう全然やっていく自信なかった本当に。でもね1年目からそのかなりポトヒットばっかり打ってねそれちょっと語弊あんな半分ヒットでそのサード守ったり足速かったから、うん、あれの時に走るキャッチャーっていなかったじゃないですか。キャッチャーってもっとこう走らなくていいっていうのだったでしょ、まあ、体型みんな ねでも足速かったいうのが一つあれですね。西本さんのええとこですね。けど野村さんの本じゃキャッチャーは足速くなくていいってなってたから足速いキャッチャーはあかんみたいな足速いやつはあかんみたいなやつ。まあまあそうやってこう、まあ、実施を終えて、まあ、1年目のキャンプはもうとにかくそんな無我夢中で終わったと、うん、ほなまあほんまに、思い出に残ってるキャンプっていうのはまた次で、はい、お願いします。